皆さんこんばんは、MKです。ポケモンレジェンズアルセウスパート23やっていきましょう。今回は最後のキングクレベースを沈めていくんですが、その前に一つよろしいでしょうか。 MK のゲーム実況チャンネル、なんとつい先日総再生回数5億回を突破しました。いつも動画を見てくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてチャンネル登録者数ももう少しで30万人ということで、まだチャンネル登録をしていないというそこのあなた、まだチャンネル登録していませんね。ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録したらコメント欄にチャンネル登録したよと書いていってください。そうすれば私個別に返信していきますので、まだ MK さんのチャンネルそういえば登録していなかったなというそこのあなた、あんまり私普段なんか YouTube のチャンネル登録とかしないんだよねというそこのあなたも、ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、じゃあクレベースのところに向かっていきましょうか。こうやってなんかポケモン出して話したりするのもそういえば面白いですよね。ほら結構ね、あの固有のアクションとかやってくれるんですよ。あんまり今まで触れてきませんでしたが、余裕があるときは遊んでいきましょう。よし行くぞ。ハマレンゲさん、お前さんの気持ちの強さが上回ったか、いや人の世界ポケモンの世界に踏み込むことで得た力なのでしょうか。まあどっちもというところでしょうか。では永遠の氷を使い沈め玉をご用意しましょう。なに、作り方は聞いていますし、私の筋肉であれば一瞬、あそうですか、今は別にスクワットをしなくていいですよ。さっさと作ってくださいな。お、なんだ、おおなんかひらめいたみたいですけども、作ってんのかな。おお、できた。ほらご覧の通り、これは氷が入ってんの。クレベースを沈めたいのでしたら先に進むといいでしょう。ですがクレベースはとにかく氷塊を放ってきます。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。わかりました、行きます。あの回避は Y ボタンでねピューンとできるんで、それをうまく使いましょう。そして、お、なんだ、怖い怖い怖い。ちょっとでかいとはね言ってましたけど、どこにいる？でかいんだったらすぐ見つかっても良さそうですけど、なんだなんだなんだ、え、おーおーおー、動いてる。なに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 、すごいアングルですけど、待って、ちょでかでかすぎでかすぎ、嘘でしょ。雪原キングクレベ、いやいや無理無理、ちょハマレンゲさん、ハマレンゲさん、これ相手は無理よ。ちょでかいでかい想像の6倍ぐらいでかい。待って、ちょっとクレベースよりでかいレベルだと思ったら、これもうダイマックスじゃん完全に。え、当たるこれ。あ、当たったら当たってる。待って、え、これどうやって避けんの。回避か、ほい、無敵の回避を使って、はい、ここはうまく避けて、ちょ厳しいって。ハマレンゲさん手伝ってよこれ女の子一人に任せていい相手じゃないでしょうが。はい、でここで投げる、よしギリギリ当たってんな。何、わーっと無理だって。落ち着け、ちょっとこれ普通にアクションゲームになってきたな。今度は何してくる。はい、上から危ない、ちょ上から来てるよ。はい、危ない。これちゃんと避けるときは避けるで、攻撃するときは攻撃するっていう、このメリハリをしっかりやんないと無理だわ。何、ビームジャンプ、オッケー、危ねえな。冷凍ビームにしちゃでかくね。あ、ポケモン投げて戦い、オッケー、わかった。そしたらここはジュナイパーを投げまして、え、どうなってんのこれ。ポケモン投げたよ今、ポケモン投げた。え、なにダメなの今のじゃ、ちょっと遅かったかな。はい、じゃあここピョンジャンプして、ここもはいジャンプして、ちょっと遅かったってこと。いや待って、やべ、ちょっと待って、油断した。これ油断すると良くないね。ちゃんとギリギリのところでジャンプしていきますと。はい、オッケー。で、ここでまた投げる。オッケー。4分の1ぐらいまではそろそろ行くな。今度は何、危ないね。よし、いいよ。いける。4分の1は減った。で、今度上からだな。そう、確かに前回もね、ウォロさんがね、上からやら下からやら、なんかいろんな、あぶね、氷を投げてくるとは言ってたんですよ。そういう想像以上なんだが、はい、ジャンプして、いいよ。で、ここでそろそろポケモンか、まだか。で、次の冷凍ビームの後かな、ポケモン投げろっつってんのは。はい、で、ここジャンプして、でも構えておきます。ここで、投げるよ。ほら投げろ。よし、オッケー。なんとかバトルには入りましたけど、どこ行った。クレベースに力を示しチャンスをつかみ取る。何、あ、いた。じゃあここは波動弾、いや、どっちがいたの、防御高そうだから、じゃあここはあえての波動弾力技、一気にかっこいい。
これでどう？ジュナイパーの波動弾どれぐらい食らう？56レベル。お、待って、レベルは高いけど、いけるいける。オッケー、ここで沈め玉投げまくれ。投げろ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 。あ、これいけるね。ジュナイパーで波動弾使えばなんとかなる。で、待て、はい、投げる、当たってる当たる。ちょっと遠くない？ちょっと遠くなった。何を叫んでる？よくわかんないけれど。はい、今度はまたそれか。一通りあれが終わってからね。うーわ、待って、ミックス、ちょっと待った。なるほどね、徐々にそれも強くなってくんのか。これさ、もう沈めたまで沈めるってよりはポケモンを使おう。そうしないとこっちの体力が持たないと思う。こういう余裕あるときはやってってもいいけど、これポケモンだわ、メインが。落ち着け。はい、今度はさっきと違うね。さっきと形が違う感じで氷が出てきますね。ほら、これも残ってっから気をつけないと。そして、何、あ、上からね。これもちょっと変わってんだよ。あ、早い、さっきよりね。待って、さっきより全然速いじゃん。で、ここまだまだ、アップ、やばいって。ちょっと待って、君、さすがに強すぎるんじゃない？それはさすがに厳しくない？はい、ここ、こう来て、で、ここだよな。ここでポケモン投げんだよな。よし、ジュナイパー投げて、ああ、よかった、波動弾打っていきましょう。クレベスに力を示しチャンスをつかみ取れ。で、波動弾の力技、オッケー。いやー、よかった。クレベス1回で倒せる技があって、まだよかったわ。で、これでまたやられるよな。よし、オッケー。で、投げます。ここで沈め玉投げまくる。いけ、投げろ。もう終わんね。もう終わんねえか。無理か。もうわか、じゃあもうご利用してなんとかなんねえかな、これ。ちょ、やめといた方がいいな。ちゃんと避けます。で、落ち着け。同時にやってくっからよ。最近のクレベースはよ。同時に、アップね、ほらな。同時にやってくっから。気をつけろ。同時にやってくるよ。で、これなるべく後ろにいた方がいいかも。そうだね、なるべく後ろにいよう。うわ、もう一発やってきた。ちょっと待って。はい、ここ避けて、で、今度は何。オッケー、まっすぐね。はい、まっすぐ来まして、今度横来ます。で、これ残る時あるから、それちゃんと見よう。よし、とりあえず大丈夫。で、上からね。これがさ、待って、これ回避わざわざ使わない方がいいんじゃね？こういう時だけか。あっぶね、無理か。ちょっと待って、危なかった今の。で、今度はそれね。で、それは残ります。で、残ってる時に今度冷凍ビーム、オッケー、いった。で、ここもジュナイパー構えておきます。ジュナイパー構えておいて、こうして、で、ここでジュナイパー投げます。もう一発来る、大丈夫か。よし、ここでポケモン投げて、いった。危ね、今さ、周り縁赤だからさ、多分もうね、次で終わりなんだよ。波動弾で力技、いける。なんとかご利用すぞ、ジュナイパー。はい、ジュナイパーの波動弾で結構食らうな。よし、結構食らった。で、ここで沈め玉です。いいけい、これで終わりだ、クレベース。よし、オッケー。マジで強いじゃん。よう一発でいったな、今の。逆に投げろー。どうでしょうか、クレベースの頭にドーンと当たった。どう？あ、だんだん光が溶けていく。おー、よかった。強すぎだよ、君。おー、でっかいね。なんかあんまり変わってなくない？耳のところがさ、ちょっとこう、なんか新しい氷できてるぐらいでさ、あんまりなんか見た目、普通のクレベースと変わらんくない？あ、体の色ちょっと違うかな。顔は全く一緒に見えるけど。あー、よかった。てか、でかすぎ。お、つららのプレート受け取った、ありがとう。氷タイプの石板、あるポケモンに使うと氷の力を得るということで、プレート結構集まってきたね。今何枚持ってるんだったっけ。あー、どっか行っちゃった。あんなでかい体でどこに行ったんだ。絶対にバレるだろ。あ、なんだ浜先生、そんなに気を落とされなくても。なんで気を落としてんの。ですが、あのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは。あー、そっち、空から落ちてきた MK なるもの、化け物ですか。いや、化け物じゃないよ。自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。そうですね、カイちゃんはよくわかってる。 MK さん、ハマ先生は真珠団を心より大事に思ってくれているし、神王様を心から信じているの。まあ、ぽいですね。だから金剛団や銀河団と交わり、神王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念なされていたの。なるほど。まあでも今後はね、みんなで一緒に頑張ろうよ。でもそれも変わるね。変わる？ハマレンゲさん、かい。MK さんが教えてくれたの、仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。そうですよ、私もグレイシアの強さもっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。あ、ハマレンゲさんに憧れて氷タイプの
あれポケモン使ってんのか。なるほど、回も変わりましたな。そうだね。いやさすがだよな MK。 お誰だったっけ、関さんよ、ごめんなさい、名前今ど忘れしました。そしてわさびちゃん、なんとかやったよ。荒ぶるキングをすべて沈めた。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。パッと見変化してないな。それはわからないよ。心なしか裂け目が小さくなったようだけど。そうかな、そのようだな。あんまり違い分かってないけど、私はこれで終わってほしいよな。時空の裂け目からまた不思議な雷が落ちたとしても MK がいれば大丈夫とはいえ、そうだね、 MK さんがいるもの。いやでもあんまり私に押し付けないで。あの世界、お互い信じる信用様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。ほら関さん、やっぱ男前、イケメン、大人、適当なことを。いやいや関さんはちゃんと考えてんだよ、これからのこと。さて、すべてのキングを沈めたんだ。電木の旦那のしかめ面どのように変化したか見に行こうぜ。そうですねあのうんっていう顔も収まってればいいですけど。よし、じゃあ帰りましょうか。もう直で帰っちゃうよ。あ待って、もしかして次さ6つ星になってないとまた進めないとかかな。ポケモンを24匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。いや24匹じゃねえ、ちょっと厳しい気がする。6つ星、はい。お16,804円、結構お金はもらえましたが、6つ星は厳しいよね。ラベン博士、はい、報告します。図鑑の更新もよろしくお願いします。どう、あー厳しいよね。760ポイント。6つ星までは行ってない。雪原キングクレベースを沈めたのですね。村に戻って電木さんに報告です。よし、報告しましょう。いやこれ6つ星はまたちょっと実況外でやっておかないといけませんね。一回夜だから寝ない、どう、まあいっか直で行こっか。お目玉商品ある、今日は何よ。はい、からくり箱、何それ、あ、どっちみち買えねえわ2万円はどっちみち買えません。なんだろう、からくり箱って、なんかちょっと気になるけど、うん、どうせ無理だわ。待って、修造は、お前いくらだよ。おい修造、ポーチ拡張、はい、次は教えて。1万、うーわ何その絶妙な足元見るやつ。ねえ、今1万7000円しか持ってないって。いやでもお願いします。だってね、雪原でも一回持てなかったことあったもんね、空色玉石。うーわ足元見られてる。ちなみに次は1万8000持ってないよ持ってないよ、ボリすぎだろ本当に。やばくね、あの人、これ MK さんからもらったお金で豪邸建てれちゃうよ、やばもうちょっと怒りたいけど、電木の旦那、あの悪徳商法をちょっとやめさせてくれよ。すべてのキングが荒ぶり、荒ぶったキングをすべて沈めたか。もう全然修造の話は取り合ってくれませんが、あんなの銀河団のね中に入れていいんですか。一連の事件の理由は不明のままだが、とにかく型がついてよかった。会話できねえわ。時空の裂け目から落ちてきた得体の知れないお前が翡翠に安寧をもたらしたな。安寧、ごめんなさい、ちょっと難しい日本語はわからないもんで。そう、明日から普通の日々が始まるな。そうかな、だって時空の裂け目閉じてないよ。芋づる亭にて滋養を取れ、体をゆるりと休めろ。銀河団が安心して翡翠で暮らせるようになるまで調査隊の仕事に終わりはない。まあそれはそうですけど、オッケー、眠れる雪原キング、とりあえず達成しました。次じゃあどうすればいいの。いよいよあそこに行ってみようよ、時空の裂け目の真下に天眼山だよ。登ってさ、槍の柱ちょっと行ってみないですか。ラベンさん、ムベさん、いつもの芋餅、今日はたくさんプリーズです。あと美味しいものがあればどんどん持ってきてくださいね。まあ今回もちょっとラベン博士のおごりなんで、どんどん持ってきてください。 MK さんは払わなくていいからね。クレベースも沈まったから翡翠のあちこちを調査できるよな。確かに何もしていないクレベースまで沈めるのはと考えていましたが、結果としてはみんなが安心できてよかったです。まあね、 MK が落ちてこなかったら荒ぶってキングたちによってとんでもない被害になっていたのかな。そうかもしんないよ。もうちょっと私にお金くれてもよくない。すべてのキングを沈めても時空の裂け目は消えないんだな。でも時空の裂け目がなくなったら MK は戻れなくなるのか。確かに、じゃあ今ちょっと行ってみようよあそこにさ。そうだね、多分そうだと思う。調査すればいいのです。それに MK 君の居場所はここことぶき村ですから。さあ明日からも大変ですよ。私元の時代に帰れないのこれ。僕たち調査隊の目標はポケモン図鑑の完成ですからね。
まあそうですね、 MK がいればポケモン図鑑も完成しますよ。そうだ、俺 MK の助手をしようか。え、助手じゃないの？あなた違うの？あれ違ったんだっけ？何を、テル君も立派な調査隊員です。ああ、そういうこと。まあそんなこともありますけどね。よし、たらふく食ってたっぷり寝よう。お、そんなこともあるっていう MK さんがよく使うやつ、テルもパクってきたな。そんなことあるけどねって私よく言うじゃん。ちょっとテルに移ったみたい、それが。はい、ということで、じゃあ芋餅をたくさん食べまして、いや、あそこ行きたいんだけど、裂け目の真下、空の柱じゃねえ、槍の柱よ。ドッグオーゴー、なんだ、なになに、爆音が爆音が響き渡りましたけど、また雷。ちょっと、もうさ、5匹沈めたんだから異変。何が起こったの？ドッグオーゴーって言ってたけど、ちょっと待って、持ち物だけ整理していいか。今から強制的にどっかに連れて行かれると MK さんは今予測したんで、あの持ち物だけ整理させてください。使わなそうなのは全部預けて、はい、これも今は使わないな。で、よし、こんなもんかな。あ、大根も1個預けとこう。よし、オッケー、行くぞ。何が起こったんだろう、ドッグオーゴー。雷の音っぽかったけどな。こんにちは。おはようか。おはようございます。ちょっと、ことぶき村、え？なになに？ああ、空の色が、あ、待って、これ、ダイパのさ、時のあの、ディアルガがさ、あの、赤い鎖でこう、ね、暴走した時の色じゃない？ MK 大変なことになっちまった。空の色がほら、これディアルガパルキアの力だよ、やっぱり。うわ、なんか、でかくなってねえか、裂け目が。違う？なんかで、裂け目でかくなってない？電木の旦那、そこどこ？屋上？行ったことないけど、うわ、めちゃくちゃ見てる。しかめっ面は変わんないね。え？なんでなんで？ついに新王様が怒り出した？何もしてないよ。え？時空の裂け目から何とも言えないエネルギーが溢れ、空が赤く染まったのです。そうですね。タイパの頃にも見たぞ、この光景。伝言がある。はい、何でしょうか？団長が即刻参れと。わかりました。何何よ。 MK さんは何もしてないよ。あ、うむ、まがまがしい、そうとしか言えない空となったな。そうですね。なんだよ旦那。そうですよ、キングを沈めた後の話し合いだよね。そうですけど、それよりも確認すべきことができたのでな。はい、何でしょうか。 MK が落ちてきたその夜に不思議な雷も落ち、バサギリたちが荒ぶり出したな。何かしらの関連を疑うのは当然だろう。ああ、なるほど。え？何よ？ MK よ、お前は何者だ？降ってきただけですけど、わかりません。わかりません。私は何者なんでしょうか。そうであろうな。はい。何よ？怒ってんの？時空の裂け目を通じて、お前と荒ぶるキングたちは繋がっていたのではないか？え？キングを沈めていくことで、私たちの信用を得ていたのか？いや、そう、あなたが言ったじゃないですか。して、今度は何をする？何を企んでおるのだ？いや、企んでないですよ。おいおい、とばっちりだな。旦那、いや、何も、そうですよ。何も MK さんが何かをしていると決まったわけでは。そうですよ。そうだぜ。MK がそんな強い力を持つとかありえねえだろう。そうですよ。潔白であると言い切れるのか？言い切れはしないけどさ、時空の裂け目から落ちてきた人間だぞ。誰が素性を保証できるのだ？誰が大丈夫だと保証できるのだ？いや、そんなこと言ったら、あなたたちだってさ、それは鬼の証明。そうだよ、 MK さんに疑惑がないことの証明だなんて誰にもできないよ。そうです、無理難題を吹っかけるなって。 MK はどうすりゃいいんだよ。そうそうそう、電木の旦那、何よ、いきなり調査の機会を与える。ただし銀河団としてではなく、疑いを晴らさねばならぬ一人の容疑者としてだ。いやいやいや、ことぶき村では空から落ちてきたお前を怪しむ者もいる。いや、あんたが一番怪しんでんだよ。さっきからね、怪しむ者もいるって言うけどさ、あなたでしょ怪しんでんのは。それゆえ銀河団を退団してもらおう。異変の理由が判明するまで、いや、事態を解決して身の潔白を証明できるまで、ことぶき村に入ることは許さぬ。いや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 、良いな島星。いや、もう団長、まあまず島星さんはそういうしかないけど、なんと無情な、 MK さんを信じないの。そうだよ、カイちゃん言ったれ。かばいだて無用、銀河団の団長である私の責任において果たすべき責務。まあ疑いを晴らすってこと。これまでの功績、お前の異能は認めている。それゆえ捕らえず自由にするのだ。何よ、何いきなり、
ちょっと電ボクさん、なんか変なものでも食べた？ひどいね。追放ですか？そうですよ。は？ほんとはよ。決定である。まあね、団長が言うならしょうがないけど、ねえ、行くぞ。はい。なに？ひどいね。こちらだ。はい。行きますけど。ねえ、ひどいと思いません？島星さん。島星さんだってさ、ちゃんと認めてくれてたじゃん。無視？まあまあまあ、隊長だからさ、立場的なのはあるかもしんないけど。ねえ、もうみんな何よ。まさか。何？私は何もしてないですよ。あなた、ギーマなのか、コクランなのか、わかんない先祖かもしんないけど。あ、これすいません。信じられない。いよいよそうで、ほら、やはり空から落ちてきた人は、なお、ほら、団長が言うからさ、みんなそうやって言ってるよ。風評被害では、あ、すいません。すいませんでした。はい。ことむき村も入れないって。ちょっと私のじゃあ道具だけ置いてきたんだけど。ねえ、それだけ、ここまでです。はい。何ですか？何がここまで？何？あ、みんなで行けるのは承知している。はい。あ、今異変があるからあんま外出れないのね。だが、このものは私の一存で入団させた。まあまあ確かにそうだったな。原野ベースまで同行し、責任を持って銀河団から追放する。わかりました。俺も行くよ。もちろん僕もです。そうだね、ちょっとみんなで許可するね。行き先は原野ベースですね。ご無事で。はい。ああ、まあ見て見ぬふりをしてくれるということなんでしょう。ちょっと島星さん、どうすればいいの私は。もうとりあえずね、空を晴らせばいいってこと？まあ、このね、異常気象みたいなの直せばいいのかもしんないけどさ、ね、ひどいと思いません？団長、いきなりね、一緒に調査してくれればいいのに。ボスもひどいよな。 MK は任務でキングを沈めただけなのに。そうだよ、団長が言ったからやったのに。そうです、空から落ちてきたとはいえ、 MK 君に空を赤くする力なんてないですよ。その通り、ないですよ。 It's an unforgivable dissociation。何？非科学的です。あ、なるほど。科学者として断固抗議するのです。じゃあ抗議はあなたに任せるわ。 MK をこれ以上困らせるな。はい。島星さん、 MK をかばうことで博士たちに類が及べばどうなる？まあ確かにそれも悲しいか。だが君に感謝している人間もいる。関や海がそうであろう。確かにそうです。混合団、真珠団であれば MK 君をかくまってくれるかも。と言っても関さんも海さんもそれぞれの集落に戻られましたし、菊井さんなら巨木の戦場にいるだろうけど、米さんはどこにいるのか。確かに。どうしよう、命令する。のたれ死にするな。わかりました。調査のための便宜は図っておく。はい。いいか、誹謗も称賛も所詮は他人の感情。重要なのは君自身がどうあるべきかを強く持つことだ。お、いいこと言うね。いいこと言うじゃん。なんかやっぱ島星さんね、島星さんいいね。始まりの浜で語ったポケモン図鑑完成の夢、君がいないと叶わないのです。わかってるよ、ラベンさん。お、ここいてくれんの？菊井を訪ねる。わかった、島星さん、頑張るね。あ、また同じこと言ってる。いいか、誹謗も称賛も所詮は他人の感情。重要なのは君自身がどうあるべきかを強く持つことだ。わかりました。私自身はちょっと、じゃあちょ頑張って調査してくるよ。よし、行こうか。うん、親分ピッパだ。ちょっと待って、ポケモンにもなんかあれ被害が出てんの？これってもしかして嘘でしょ？ポケモンにも被害が出てねえか。ちょ落ち着け落ち着け。ゆっくり近づいて背面取りをしたい。スーパーボールで背面取り、どうだ？オッケー。捕まるかな親分。捕まんなかったらヘビーボール無理やり投げますが、オッケー。デカめのビッパー捕まえました。次向かうべきはそっち側か。結構遠いな。これワープした方が早い。まあでも久しぶりだから歩いていこっか。新しいポケモンとかいるかもしんないしね。じゃあまっすぐ行きまして、あ、コロボウシさんお久しぶり。そしてこれ、あれ、どっちだ？はい、どっち？これ、あ、ボングリだったら欲しいんだけど。あ、クラボの実か。じゃあいらないわ。じゃあいらなかったけど、あそこ揺れてんね。これ多分ミノムッチが出てくると思うけど、どうでしょうか。はい、ボングリを回収しつつ、あ、ミノムッチ。なんかあれ、戦闘 BGM もちょっと違うね。てかこれ別に倒す必要もないわ。逃げます、バイバイ。レベル8だからここで構ってもしゃあないわ。木から飛び出たところを見た回数は加算されましたけども、石つぶてもちょっと待っててね。 MK さん今潔白を、なんか潔白を証明するっていうよりはこのなんか異常気象を止めないといけないんだって。
で止めないとなんか電ボクさんが信用してくんないんだって。まあ島星さんも言ってたけど所詮は他人のあれなんですけどね。そしたらおベースには到着しました。そしてまだまだ先か。えそんな遠く、ああそこ、あのぶねー、こ飛んでこうかせっかくだから。おいえいえおーいいね、あいいね、ダッシュ、よーし、じゃあこれでちょっと向かおう。あの一番最初の雷のところね、カイちゃんいるかな、カイちゃん、おー、あいいね、こうやって、あ向こう奥いた。えこれさスカイバトルとかできんのかな、ちょっとやってみるちょっと待って、向こう奥そこいたんだけどさ、これどうなるんだろう。向こう奥ちゃん、向こう奥ちゃん、向こう奥ちゃんそこいるよね。これここに向かってさ、あれジュナイパーとか、あ注目はできるけど、あーボールとかは投げれないのか、やっぱり、あーダメだね、あーダメだってとりあえずなんか並走できるだけっぽい。じゃあここは、あー空港かじゃないよ、やばいやばい、これ大丈夫、これ大丈夫、はいここで降りて、よしオッケー、あーだだ、オーミューラー助けて、あぶねえ危ないってば。はいそしたらここ投げておきまして、今ミミロルいた、ミミロルちゃん捕まえれるときに捕まえておきましょうか。あれ座ってる、はいここ一発投げておきまして、スーパーボールでミミロルオッケーガンガンちょっとポケモンも捕まえていきましょう。でジュナイパーここで出しておきまして、あといる、おまたミミロルいた、ミミロルのタスクちょっとクリアしときたいな。ここであバレた、バレたけどミミロルならいけるんだったっけ。ここはじゃあフェザーボールでちょっと狙いをつけて投げていく、オッケー。でコダックちゃんもいるね、コダックちゃんそこほら捕まってくださいね。でここも投げましてと、いやフィールドワークなんてしてる場合でもないんだけどさ。でコダック、お12匹コダックはとりあえず一家じゃ。まああれ結構遠いもしかして、あら木のところだと思いきや、あー木のところだ。そしたら菊井さんのところを向かっていきたいところではありますけど、ちょっと待って、いきなりバトル始まるとやばいんだけど大丈夫。あれジュナイパーのその体力何、えなんだなんだ、ジュナイパーがなんか、あなんだ今おかしかったよね、今ジュナイパーの体力、あどっか行ってたってことなんかな。そして待って、そういえばさ技とかなんかあるんじゃね、いわくだけ、あブレバーあんじゃん、なになになに、そして待って、リーフストームあんな。うわーリーフストームか、でも。うわーでもリーフブレードの方がいいな、ストームよりだったらな。あーでも、波動弾と3本の矢を使いこなせてないんだったら、急所当たりやすくなる。あーリーフストームを最高火力として、積んでおくのはいいな。じゃあこうしよう。よし。リーフブレードとリーフストームを同時に積む感じにしたいと思います。そして、アイブレイブバード、リーフストームを覚えた。ちょっと待って。一旦さ、技とかやってかね。お、捨て身あんじゃん。ちょっと待って。ちゃんと見とこうよ、やっぱり。で、インファイトを覚えさせる。マッパはいらないな。ダブルアタックは、なんかちょっと効果違うんだもんね。で、じゃあれ10万。いいんじゃない?これで。よし、決定。そういえば技とかちゃんとやってなかったもんね。はい、インファイト、捨て身タックル覚えた。ニューラは?技覚えで、あまあニューラは最初から強い技覚えてんのか。はい、エイフィーもね最近のとかは覚えてるから、もうあ捨て身あってもいいね。よし、じゃあ捨て身だけ覚えさせておきましょう。あブイズもなんかいっぱい揃えてかないとね。サイドンも捕まえたばっかだから、そうだよね、ないよね。でムクホーク、もうムクホークもね、そんな、おギガインパクト、あり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 、ツバメがブレバー、インファイト、あ捨て身か、捨て身の代わりにギガインパクト積んどく。ギガインパクト120だよね。あ、でも命中がか。あ、だったら捨て身の方がいいかもな。やめるわ。うん、捨て身にします。よーし、じゃあちょっと、ポケモンも、ジュナイパー先頭にして、ちゃんと戦える状態にしてから、次回ちょっと、キクイさんのところに話しかけに行きたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。